皆さんこんにちは。季節の変わり目に掃除をしていたらエアコンのファンがすごく汚れているのを見つけてしまいました。汚れている家電を見るとそのままにはしておけないので、今日はエアコンのファンを分解清掃してみようと思います。今回動画にしたエアコンは室外機清掃の時と同じエアコン、ダイキンの2017年に製造されたエアコンになります。設置から2年のエアコンです。お掃除機能はついていないタイプになります。なお今回の分解は少し難易度が高くリスクが伴います。動画をご覧になって難しそうだと思う場合はファンの清掃まで行ってくれる業者へ依頼するのも手だとは思います。なぜ分解清掃と思う方もいるかもしれません。ホームセンターで市販されているエアコンクリーナーはフィンの汚れは落としてくれますが、ファンまでは液が届かないので分解して掃除することにしました。分解の手順ですが、まずはフィルターを取り外します。カバーを外すので感電しないようコンセントも取り外します。ここからは人によって若干違いがあるとは思いますが、フィルターのカバーは外すことができます。フィルターのカバーはヒンジが折れやすくあまり強くないことが多いので、爪の引っかかりを外して取り外します。次にメインのカバーを外すのでネジを外します。6畳用のエアコンの場合はネジ 2,3 本であることが多いです。この機種の場合は2本でした。動画では右下の青い丸の配線用カバーのネジも外しましたが、ここは外さなくてもよかったです。また同じく右上の拡張用のカバーも外しましたが、こちらも外さなくてもよかったです。吹き出し口の上下の風向き調整板を外します。ほとんどの機種が正面から見て右側にモーターからの軸があって、真ん中や左側は差し込まれているだけです。真ん中と左側を外せば左側へ抜くことができます。メインのカバーを取り外します。ネジ以外は外周が爪で止まっているだけなので、爪を外してあげて外すことができます。上側が若干見にくいですが、少し持ち上げるようにしてあげれば外すことができます。カバーが外れたのでファンの部分がだいぶ見やすくなりました。次にこの左右の風向きを調整する部品を外します。このエアコンの場合は手動で左右の風向きを調整する機種になるので、駆動する部品はつながっていません。なので爪で引っかかっているだけで取り付けられています。マイナスドライバーなど工具を使って部品を外していきます。この時に無理に部品を外してしまうと破損してしまうので注意が必要です。また高級な機種になってくるとリモコンで左右の風向きを調整できる機種もあります。この場合は駆動する部品がつながっているので外し方が変わってくるので注意が必要です。次にエアコンの左側についているこの部品を外します。名称については分かりませんが、熱交換器の左側を支えているのとファンの軸を支えている部品になります。ネジについては本体側2箇所と熱交換器に2本の合計4本がネジ止めされていました。あとファンについてですが、よくあるタイプではエアコンのファンの羽の部分に切り欠きがあり、モーターとの軸にネジ止めがされているタイプが多いですが、今回のダイキンの場合はネジはなく、ファンの右側に磁石が接着されていて磁界を作って回る構造でした。個人的にはネジ止めされている方は軸を止める位置を調整する必要があるので、この機構は面白いなと思いました。ネジを取り外したら
この白い部品を取り外し、ファンを左側へ引っ張っていけばファンを取り外すことができます。白い部品については熱交換器を支えている必要があるので一時仮止めしておきます。取り外したファンです。もともとは黒い色なのでこの白いのがホコリとカビが混ざったものになります。あと分かりにくいですが磁石はこの部分になります。それでは取り外した部品を洗っていきます。まずはファンです。状況は先ほどもご説明したのでここでは割愛します。次に風の向きを調整する部品です。こちらも黒カビが所々生えていました。今回の洗い方ですが水をかけた上でお風呂用のカビキラーをしていこうと思います。カビキラーは金属の部品を錆びさせてしまうのでよくすすぎをする必要があります。取り付けたままだとすすぎ不足になるので壊してしまいますが分解したのでこの方法で洗っていきます。ちなみにファンの汚れは1回のカビキラーでは落ちませんでした。合計3回カビキラーをしました。他の部品は1回で綺麗になったのですがやはりファンの汚れはだいぶ頑固でした。カビキラーをしたのですすぎは入念に行います。掃除をした後の部品です。ようやく綺麗になりました。すすぎが終わったら部品は軽く拭き取るなどしてしばらくの間完全に乾かしておいてください。乾かない状態での組み付けは事故や故障の原因につながってしまうので絶対に行わないでください。部品を乾かしている間は熱交換器の中を掃除します。フィンの部分ではなくファンが収まっている空間の掃除です。こちらも普段はファンが入っていて掃除ができない部分なのでこれを機会に掃除しておきます。ファンや傾きを調整する部品にカビが生えていたので同じようにこちらもカビが生えていました。私の場合は普通に水で濡らした濡れ雑巾で拭いています。すべての掃除が終わったら部品を戻していきます。左側の白い部品を取り外しファンを左側から入れていきます。右側のモーターに軸受けがあるのでそこまで入れていきます。動画では熱交換器を少し持ち上げていますが持ち上げる際はフィンで指を切らないように気をつけてください。ファンを入れ終わったら白い部品を元通りにつけていきます。熱交換器の配管がちょうど白い部品にはまるような構造になっているのでこれに気をつけながら入れていきます。なお上の方にも熱交換器を支える部品がついてましたのでこちらも止めていきます。部品が組み上がったら変なところがないか確認していきます。今回の組み立てでは特に問題なさそうです。綺麗に元通りに組み上がったと思います。白い部品のネジ止めをしていきます。ネジは本体側2本、熱交換器側2本の合計4本です。左右の風向き調整の部品を取り付けます。こちらは爪の取り付けなので入れる順番と方向を間違えないようにします。奥側を入れてから手前側の爪を取り付けます。メインのカバーを取り付けます。取り付けるときは上側から先に爪に入れてあげるように取り付けます。爪の部分の紹介です。このような感じで爪が入っていれば OK です。カバーの爪を入れたら次はネジ止めをしていきます。外した部分のカバーをネジ止めしていきます。カバーのネジ止めが終わったら上下の風向き調整板を取り付けます。取り外しとは逆の順番で
モーター軸に入れてから他のサポート部分に入れていきます。掃除する前との比較です。暗くなったのでライトをつけて撮影していますが、汚れが落ちているのがわかるかと思います。最後にフィルターをつけてフロントカバーを取り付けます。フロントカバーのヒンジは入りにくい時もあるので折らないように気をつけて入れます。カバーの取り付けがすべて終わったらコンセントを挿します。以上で作業は終了です。めちゃくちゃ難しいというわけではありませんが、分解と組み立てができる技能は必要かと思います。ただ今回のファンの汚れを見てしまったら、分解しないであれだけの汚れを落とすのはだいぶ難しいのではないかと思いました。分解にはリスクも伴いますので、もし分解する場合は事故や怪我にはお気をつけください。この動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた。